はい、というわけで、はい、まあ、ちょっと遅くなった海浜幕張駅ですけど、ね、今日やる話なんですけど、はい、あのね、まあ、さっきミッキーさんに僕だと思うんだけど、うん、あの荻生か、うん、わかります、元 NGT48 卒業した荻生ゆかさんですね、が知らなかったんだけど埼玉出身なんだね。あ、そうなんだ。そうそう、それで、まあ、家族ぐるみでというか、もともとレッツファンだったと、うん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 、浦和レッツで、はい、荻生ゆかさんに届いた、うん、DM がひどすぎるっていうことで、見ましたよ。見た？なかなかやばかったですよ。僕もそんな知らないし、他のアイドルファンからしたらやっぱり荻生ゆかさん自体があんまりそこまでいいイメージではまあないっていうか、はいはい、ですけど、うん、それとこれとはやっぱ話が別というか、うん、あ、まあ、僕はもともとサッカーファンでだったわけで、はいはいはい、そのサッカーファン的に思うことがいっぱいあるわけなんですよ、うんうん、はいはい、まずいろんなさ、あの文章さ、うん、自体がさ、いろいろ突っ込みどころはまああるんですけど、はいはいはい、25歳でまあ長年ファンだとか、はいはいはい、まあいろいろ、まあ、まあそれはまあいいとして、はい、けどさ、なんでああいうことするのっていうさ、ああいうことするのがさ、やっぱりこう、新規ファンをさ、撲滅してるというかさ、あ、はい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 、まあ別にサッカー界に限らず、アイドル界でもそうですけど、やっぱり子さんが新規に、はい、マウントを取るというか、まああれマウントじゃないけどね、あれは。確かに。ちょっとイメージ下げちゃうよね。あれね、そうそう、 ああいう発言があるからやっぱさ、サッカーファン怖いみたいなのなるし、あ、まあ、普段ね、まあ、いろいろサッカーファンにもいろいろあるけど、海外サッカーファンとか、はい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 、Gリーグファンとか、はい、そこによってもそういうイメージがついちゃうというか、今回は浦和レッズファン、浦和レッズだから、はい、浦和レッズファンがやっぱ悪いとか、ね、そうそう、全部ね、うん、イメージがね崩れちゃうよね。そう、そもそもやっぱり浦和レッズが、ファン数が多いから、はい、元々やっぱいろいろ言われたりするんですけど、はいはいはい、そういうのでさらにこう評判下げてるなっていう、あ、し浦和レッズが悪いってなるし、選手の方にもね迷惑かかる。そうそう、で今度は J リーグ全体が悪いって言われるし、そうだね、でさらに大きくなってサッカーファン全体が悪いって言われるし、そうね、サッカーしてる人も もちろん、うん、サッカー自体も悪くなる。何なんだろうね、承認欲求のためというかさ、書いてるけどさ、あれむしろ自分のファンがさ、自分の承認欲求というか、まあ、承認欲求ではないけど、承認欲求というか単にふさばらしい、そうそうそう、自分の欲求を晴らすためだけでさ、はい、もうああいうことすんなよっていう。確かにちょっと文章ひどかったよね。やばいよね、だってあんなさ、最後の決め言葉というか、だってさ、あれ、あれ誹謗中傷だからね、完全に。完全にあれ言われたら結構病む人は病む人、だってさ、あれさ、だって訴えられたら 100% 負けるじゃん。し、まあ、荻生ゆかさんがお金かけてさ、裁判すればさ、慰謝料もとんでもなくさ、かかるわけでさ、あんなの文章選ばなきゃいけないじゃん。そう、あれも多分し、だからああいうのはもう正直ね、いや、荻生ゆかさんも配慮して、うん、ありがとうございます、いや、貴重なご意見ありがとうございます、まあそれは皮肉だろうけど、ね、じゃなくてユーザー名を消してたっていうか、もうね、出していい、あれは、ね、出していいレベルだと思う。いや本当にああいうのはね、皆さんもね、コメント書くときはちゃんとしっかり吟味した、うん、するべきだと思う。もうあれ、だから正直あれも吟味してないでしょ、あれは。いや、もうあれはね、吟味とかっていうレベルじゃない、マジで、うん、ひどすぎる、本当に。何をやってる、逆に浦和レッズのアンチなんじゃねって思うけどね、むしろあれ。むしろ浦和レッズの評判下げたいがためにしてってるというかさ。確かにね、本当にファンだったらあそこまで ね、もっと熱い心とか、うん、誠実とかね、しっかり持ってる。そう、持ってるよね。いや、もう何が悲しいってね、正直言うと、うん、浦和レッズはこの前、うん、アジアのクラブでチャンピオンになったんですよ。はい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 。っていうのも、正直、その2戦目は埼玉でやったわけなんですけど、はいはいはい、それをね、うん、全然知らないんですよ。はい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 。サッカーファンでもやっぱ知らない人も結構多いというか、うん、海外サッカーファンとかでも。はいはい、だから、もっと浦和も人気を上げていかなきゃいけないはずなのに、うんうんうん、そんな中でこういうことが起こってるのは、ちょっと消せない。足引っ張ってるよね。いや、足引っ張りすぎてるね。そうだよ、ね。消せないというか。そうだよ。兵士の皆さんにも、申し訳ない、迷惑かかる。本当だよ、何をやってるんですかっていう感じですね、うん、まあ、ちょっとこう短い動画になりましたけど、はい、皆さんもその文章を見た方いらっしゃったら、さすがにひどすぎる、コメントというかマジで思ったことを、うん、もしご本人届いてたらもう やめてほしいなって、マジでひどい感想です、うん、まあ、個人的にその荻生さんを好きか嫌いかっていうのはまた別として、まあ、てだからってこういう文章を送っちゃうっていう、そうだね、傷つくよ、もし、うん、自分が言われたら、もし多分ね、送った方も冷静に言われたら、他の親しい人に、うん、多分傷ついて心をえぐられるんじゃないかなって思う。だから今回こうやってスクショで出してきたのは、いや、むしろ素晴らしいと思う、荻生ゆかさんが、うん、だって散々今までこういうこと散々言われたんだと思う、やっぱり。そうだね、中で だったらむしろもユーザーネームも公開して、うん、出してくれって感じ、こっちとしてはちょっと文章のレベルがちょっと逸してたね。ああ、ひどすぎる、マジで。はい、というわけで、はい、まあ、皆さんもこういうことをね、ないように、うん、
言葉選びとしましょう。そう、はい、はいをしっかり吟味した状態で送りましょう。はい、というところでした。ありがとうございます。ありがとうございます。